の映画にせよ最初。いや違いますよ。お前何だよ。お前来るな前で、お前。来るなやけどな。もうあのな、ごちゃ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 言うんだよ。やめろ。焚き火だぞ。なんでずっと喋ってるんですか。違いますやんか。ね、久しぶりにね、母校を訪問した OB がテンション上がってもうただけじゃないですか。何ですかそれ。全然久しぶりや。これ毎回来れたら来るつもりや。いや、今日は東京収録ですし、まあ言うたら僕も東京ですし、ね、ここ近所やし。いや、近所だからすぐ出るやつやめてください。何なんですか。英語落語があんねん。そうですそうですそう。もうめちゃめちゃ英語叩き込んだんですよ。覚えてんの。はい、もう覚えてます。ちょっとやってる。ちょっとだけ。明日時うどんなんで、あのね、ちょっと待ってください。どんなやったかな。こ途中から始めるってなかなか難しいんですよね。はい、ちょっと待ってくださいよ。はい、ダメ。これほんまね。言っちゃってないですよ。この英語落語はほんま普通の神経じゃないんですよ。本当に英語落語までの気持ちに持って引っ張っていかなあかんのですよ。はい、分かった分かった。ラジオ感覚で出れない。だったら練習しなさいよ、もう。MBS 感覚でもうすぐ簡単に出れるんですけど。ほんまそんなやばい。英語落語ですか。そんなやばい。英語落語やってないですけど。何落語やん。いや僕今のところ普通のあの普通の普通の分かりやすいなちょっとあのトムさんがあの慌てすぎですね。いやいやいや僕ねトラウマが強すぎてもうね顔をちゃんと見えないんですよ。夢に出てくるんですよ。だって本当はあのトムがレギュラーで、はい、そうですよね。もう殺された人なんで、はい、お願いします。ディレクターは藤原やったのに、はい、ね渋谷に変わった。そうなんですよ。だから渋谷も別にあのまあ言うたらなんか驚いてるやろな。そうそう三四郎が来るんでね。おかしいやと思ってんだけど。ただ僕の勝手に嫉妬かもしれないですけど、三四郎さんのトークの方が渋谷さんよく笑うんですよ。すごい笑うんですよ。僕その笑う回数数えてんですよ。これ。しっかり見てるから。それは関東と関西の壁がまだあるんだと思います。やめてください。そんなこと言わない。いや関東と関西の壁。出身地は変えられないですから。今揉めてんのはですね、新旧で揉めてる。お願いしますよ。こんなこんな番組あります？そんなレギュラーやっとねやったと思って。いや、やっぱりこの番組への愛がやっぱ溢れてるんで。いや僕だって愛してますよ。これからこれから一生かけて愛してきますよ。ゲストは浜田健。本当のゲストですから。本当のゲストは。いやでこの前もその浜田健二さんがゲストやったのにもかかわらず、健二がゲストやのにゆきえちゃんがよく割り込んでみたいな。いやもう毎回情報の毎回本当に横からなんか。西村さんもね素晴らしい人ですから。そうそう西村ゆきえとそれからで浜田健二の共通点がありすぎて。すごいですね。アルバムのディアの一発目がこいつもディアやで。で同じ日の発売で7月の27日。はいはいはい。発売も一緒。はい、それでディアの1曲目も一緒タイトル、うん、でキーも一緒、キーも一緒、うん、それであの表紙ですね。表紙も三拍子ってなかなかないんですよね。豊崎がこれ三拍子ってさっき言うたけど、まあ、はい、何やんそれもう分かんのそんなフルートクラリネットだからやってたから皆さんと比べたらあの本当ちっちゃい知識ですけど音楽高校に通ってたので。いやすごいすごいじゃないですか。そう言わなあかんやんか。じゃあ今その、ね、あのクラリネットってこうやったこと突っ込んでくださいよ。そうですね。クラリネットの真似しながらクラリネットって言ったんですよ。これやんな。クラリネットの世代だったんだよ。縦だなやんかな。縦文でね、ちょっとな。そうです。はい。いや、そうです。言っていいですか。言ってないこともない。縦笛ですからね。いや、これに比べて。いや、これに比べて。縦文でな、これで。あとラジオは何やってるか全く分からないですね。横じゃなくて縦。相当あの尺八寄せましたよ。相当寄せましたよ。一応西洋のグループから。どうせこの否定しないともうどんな音やったらちょっとやってみる。どんな音。口くらりネット、口くらりネット、ちょっと僕らもちょっとわからないように聞かせてもらいますか。口くらりネット。おおロロロロロロロって感じです。かわいい。ちょっと照れながらやる感じも含めて。でもちょっとなんかね、オーケストラの前のホロロロってなんかちょっと音階合わせるのがちょっと想像できましたね。ね、いいやんか。なかなかいいですね。すごい話を満足。いや。何やそれ。もう隙間あったらすぐ入っていきますからね。悪い癖なんですよ。今年の5月の話なんですよ。ニューヨーク在住の男性がスクラッチで1億円をゲットしたそうです。はいはい。しかも。その男性は4年前にも1億円を当選されました。こんな超ラッキーな人がいるんですね。当選した人は48歳の男で職業は、建設業、うんうん、すごいな、1000ドルを、毎週、一生受け続け、それ分割でもらうんですね。一発でバーッともらうんだ。
いやもう分割やろな、分割のお世話やんかな。1000ドルやん。1000ドルって言ったら10万円、10万8000円。毎月10万8000円なんですか。毎月もうやきもきするでしょうね。1億儲けんのに今月10万しかもらわれへんのかいってなるでしょ。そっちの方がイライラする。俺だけ膨れますんですよこの話。いいでしょもう。なんか荒れてる。頑張れ頑張れ頑張れじゃないよ。いっぱい膨らましておもろいとこ作っていくんやんか。これ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 やばいやばい。ちょっと感動の関東の笑いを入れなきゃ。関東の笑いをちょっと三遊亭とミニコント1本潰された大きな大きな最初に最初に出てきた。やめてください。三遊亭このスピード後輩を誘ってよく飲みに行くのですが、最近家飲みが流行ってるそうです。自分の家で飲む人が多いそうですが、しかもどこぞの週刊誌のアンケートで3人に1人は家で飲んでるそうです。どうやって飲むのお前。私お酒飲めないんですよ。あ飲めないの。家族が誰も飲めなくて吐いちゃうんです。飲んだことあるの。吐いちゃうの。でも吐いてもね、吐いてもまたええやんか。なあ。え？いや吐いてもまたええやん。吐いてもええやん。吐く人好きですよね。なんか前から吐く人好きなんですか。吐く女性に対してなんかちょっと色気を感じてるって話この間されてて。僕それに関してはちょっとどういう顔していいかわからない。なんか一周回った感じがすごい。まあ話しろけど。ありがとうございます。やりました。三遊亭トムです。拍手が。ありがとうございます。自己紹介いらない。今三遊亭トムです。全然楽しくないやんと思ってるんですが、やはり時代でしょうか。一人で好きな時に飲んで好きなように酔うって、お前一人やから飲むの家飲みは。僕はもう寝られへん時しか飲んで、なんかね家飲みしてたら寂しくなる時あるんですよ。東京で一人暮らしってめっちゃ寂しいじゃないですか。二人はもう結婚してますから。結婚してますからね。現時点で結婚、結婚は奥さんまた帰らしい人ですよ。結婚だよね。いや普通っすよ。普通。ずっとあの一緒に暮らしてたんで、はは、あんまりガラッとは変わって、変わってない。家飲みもすんの。僕が一方的に飲んでますね。あ奥さん飲まれないんですか。たしなむぐらい。嫁はうち嫁の方が酒強いですから。あワインソムリエをついに取っちゃうぐらい。うわ、はい、めちゃめちゃ飲む人なんや。めちゃくちゃ酒飲みなので、うんうん、あ七夜ですよ奥さん。あそうなんや。ワインまだ似合う。ワイン感じの食料 で、 ワイン似合いますし、すごい飲みますし。でも家飲みって終わりないからベロッベロだってまうでしょ。か確かに家飲みのが酔う、うん、お会計ないからめちゃくちゃ酔ってます。うちの師匠なんかはね家飲みしないねん。奥さんが家飲みすんねん。うちの師匠あーちゃんが、はいはいはい、7号のマナーねん。7号やで。日本酒ですか。菊間さんねん。7号で一生瓶3号だけよう残して寝れますね。すごいな。だいたい7号やで。5号過ぎて7ぐらいな、はいはい、で、はいはい、酔わして三味線持っといでって、三味線持ってみんなで踊って、はいはい、帰らせてもらえるそれ日常ですか。それお祭りの沖縄のお祭りかなんかじゃないですか。日常やで。おやつさんはですね、ほんとまあとにかく、まあ、もうとにかく、まあ、変な話早飲ませて、はいはいはい、帰りたいやんか、はいはいはい、早飲ませて飲ませてってなって、シャミシャミもシャミシャミ俺と小松でガー踊って、はいはい、どうもお疲れしたーって帰って。いやそれすごい。できるだけそれ圧縮するよ。それで7号。そうそう、朝7時ぐらいに行って夜その11時ぐらいで、はい、一応三味線持って踊って終わり。それで日常で毎日のようにやるのよ。すごいです。おやつさんをたらもうちょっと早く帰るんだけどね、はい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 、おやさんの家では飲めへんから。その代わりおやさん外で飲んでくるから、はいはい、帰ってきた時点ではジャーじゃーじゃーって。もうどっちも地獄ですねこれ。楽しそうじゃん。弟子としてはもう大変でしょ。ところに酔っぱれ帰ってくれて地獄絵図じゃないですか。お前とコーラクのお兄さんあんまりそんなぐちゃぐちゃ酔えへん。いやもう今すっかりもう 2,3 倍でもうちょっと隠れて。そうもうそうです。やっぱ弱くなる。昔は本当に一生毎日飲んでたみたいですけど、もう今隠れて 2,3 倍で 2,3 倍でもうやめてますね。もういらないからって言って、その間でおかみさんがどんどん肝臓女子大生ですから60から飲み始めたんで今ものすごい、すごい60。あでもそう、うちの師匠もそうですわ。70から飲み出しましたからね。そうやろ、はい、子供の頃飲みやんか。本当に前までビールの朝日のあの一番ちっちゃい缶あるでしょ、うん、あれを一本飲めるか飲めないかぐらいしか飲めなかったのに、お酒そんなだったんですね。日本酒の獺祭かなんかを一回いただいて飲んだ時に美味しくて、はい、日本酒だけ体に合うってことが70になって分かったんですよ。ほんならもう獺祭とか好きやって言ったらみんなくれるじゃないですか市長に、うん、もうめちゃくちゃ日本酒飲めた。獺祭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 でも獺祭でもね、違う違う発音は獺祭獺祭獺祭だね。西の人間やから。いややめてくださいよ。だからその西と東で分けるのやめてください。いいでしょみんな長くやれば同じ落語会で頑張れ。いや頑張れ。あと頑張れって言うと負けてるみたいなのやめてくださいよ。本当に分からないでしょそこは。まだ14代とかも飲む。リスナーの方が決めるんですかそれは。やっぱ師匠が飲む純米大吟醸めちゃめちゃええお酒いただくじゃない。そしたらやっぱ美味しいやつやから好きになって今日本酒めちゃめちゃ飲める、飲みに行こうかってたまに言わはったら、僕飲んでる師匠知らないのにドキッとするんですよ。
ああだからね、やっぱ俺らも毎日飲まなあかんからね、はいはい、でもうあんま酔わんようになりましたよね、これずっと飲んでるから。でもちょっとやめてまた飲み出す、急に酔いやすくなったりしますもんね。だから結構毎日飲んでる方がやっぱり、やっぱり強いわな、強なってんねん、自分でもまあ強なるけど、もうやめとこうかってなもんやわな。ケンジはどれぐらい飲むね。僕はそんな強くないですね。でも日本酒はいきなりはいけないですけど、もう日本酒は俺あかんわ、それ飲んだやつ。酔ってから、ある程度酔ってからじゃないと。え、でも量は結構いくんですか、それでも。いや、日本酒だともうダメです、本当に。あの本当に足にくるんだなっていう。いや、もう昨日めっちゃ飲んだ声してますけど。いやいや、これ言われつけやつ、はい、もうすでに昨日飲んだ声ですけど、ね、この声なんですね。7月の27日にアルバム出して、このアルバムの中に14歳というのがあるんですけど、はいはい、これはなかなかいい曲で、はい、僕はまあ大好きな曲なんですけど、はい、これは CD がいいですか、それともあの立って歌うのがいいですか。もう歌います。おー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 、いやーすごいな、14歳でなかなかええよ、はあ、この間のゆきえちゃんのあのディアも良かったけどね、はい、どうぞ。それでは、14歳です。はい、まあ女の子って中二病とかそんなはあるのかな。どうなんですかね、女の子って大人やもんね、うん、そうですね、もう中二の時のもう女の子も全然大人ですね。いやだから中学1年ぐらいの時に中3の女の子をちょっと憧れる。いやもうものすごい、はい、全然違いますよね。ものすごいなんかやらしい見てたよね、はい、うん、やらしい、いやいや、やらしく見てました、やっぱ誰々ですか、お姉さんっていう感じのね、そうそうそう見てた、すげえ胸出てる、憧れましたね。 それそんなんまあ言うたら中学の時に、はい、その女の子の方が上やからね、はい、そうですね、精神年齢がね、はい、だからその憧れた人っていうのはどな3年の、あでも我々も先男の先輩のことかっこいいなと思って見ますよね、中1、中2の時。ここは女子校やったからやろ。そう、中学校女子校だったんで全然なんかそんなんがなかったかなって、まあ、まあ高校の時の高1と高3で高3の先輩が大人やなとは思いましたけど、逆にその下からこう慕われた女が、女にお前あれやな、女の子に行さ んモテる、モテたやな。でも新体操やったでもう京都で一番やったらやっぱ憧れの先輩みたいになるわけでしょ。もう多分一番その時がモテてました。あ、女の人に。中学校の時が、私が試合会場に入ったら田口さんが来たで、私が体育館で演技し始めたらいろんなあの選手がみんな寄ってきて見てくれて、うんうん、田口さんが踊るって今からみたいな感じで。どんな感覚なんの、その女の人にバーって囲まれるっていうのは。もう気持ちよくて、あ、気持ちいいやん、ね、絶対失敗せんと拍手喝采で終わってやろうみたいな感じで、テンション上がるモチベーションとして。だから俺師匠が落語会終わってからおっさんに囲まれるのと同じような感じで、お前らに絶対俺をしたろってなるでしょ、すごい高いとこから、もう遠いとこからも今日スタートだ、みんなだって全国から来てるんですもんね、あれ全国から男の人たち、本当に本当に落語が終わるおっさんばっかりこう回りますもんね。おっさんばっかりもうやめてほしいわ、もうほんまにさおいでツーショット頼まれてますもんね、いつも2人でおっさんツーショットやで、ほんまに。いやいや、おっさんとツーショットって面白いですからね、なんかね。ただまあまあ笑顔で撮ってるのもね、すごい。ザーム撮ってる。男はだって男嫌いになる理由がないですからね。ただ僕の見たところおっさんだけちょっとね、あの写真撮ってからすぐあの写真撮る時間がちょっと短いような気がしますよね。女の人は4回ぐらい撮りますからね。何本でも撮る。何本でも撮る。何本撮る。はい、どうもありがとうございました。ありがとう。おっさんも早い。おっさん早い。若干ね。何爪きとんねんって、冷たくすれば冷たくするほどおっさんは。M のおっさんが集まるんだよ。師匠にちょっと冷たくされるから次はどういうアプローチするかってことね。そうプレゼントしてきたりとか。おっさんもほんまにあのいやいやまあおっさんからプレゼント、おっさんって言う言い方もあんまよくないですけど、いやいや男の方からプレゼントもいただくわけですから、もうそれもらうがな、差し入れみたいな。もうあのツーショットの写真をあえてまたこの間撮ったやつで、ああそうそう、これ持ってくるよね。っていうかもうそこまでしようね、もうカレンダーやるなんかめっちゃコレクションして、すごいおっさん、知らんおっさんと撮った写真集みたいな出してほしいですけどね、師匠の師匠がもらった全然知らんおっさんから、どこに向けての写真を買ってきて、それ集めて、そうね、あの俺公平とやったことあるわ、ファンのお互いファンの子で一番おもろい写真出そう言って、はい、ファンからもらった写真で、そのファンと一緒に撮った人でおもろい人
これが絶対おもろいから、はい、パッと出したら同じ人やった、その人一番なんですね、もうファン代表ですね、奇跡やな、こらげて笑うから一緒やな、それはそうです、めっちゃおもろいですねそれ、奇跡ですね、どっちも同じ感じかみたいな、いやすごいな、今日は師匠のとこ行って今日はお弟子さんのとこ行って言ってバーって回って同じでやっちゃうそれ他の弟子もみんな持ってたらめっちゃおもろいですね、持ってへんやつ潜りみたいな、真田重勇士やったら10枚そうだから、でもファンはそうやけど男の人おるやろ、それは多いでしょう、そうですね、男性が多いですね、やっぱ怖ないかお前、どこに住んでるのか知らんけど、はい、気ぃつけやそれでもいろんなルートで帰ったりもします、会社の下で待ってくださってる時もある、あかんこのノースリーブでうろうろしたらあかんよいやノースリーブはこの間待ってかけたじゃないですか、なんかちょっといやらしいやつ、いやらしいやつってなんかちょっとこう色気のあるやつをカーディガンかけてて風景を乱したって三四郎さんに言われたんで、健康的な格好できました、まあでもなんかちょっとこの嫌って言えなさそうな感じがするじゃないですか、あんまこうグラって言ったら断らへんちゃうかっていう隙がなんか断るよ、この人断られへんのちゃうかなっていう隙が、俺らは逆にねそれがあんねん、俺らが言ったら断られへんのちゃうかということを言う思われるというのがね嫌やから、嫌やんかそれはね、天下の将軍で鶴瓶に言われたらそれはね、違うよ、その別に俺が好きだ嫌いとか言うことやけど、そんなん言う冗談では言えても、うん、そんなことを言うと、はいはい、ちょっとやあれじゃないかって思う損やわな俺ら、いやいやでも得の方が多いじゃないですか、絶対得の方が絶対多いじゃん、得の方が多いそれは得の方が多いですよ師匠、いやいや得の方全然わない、なお前どこの話しようかお前どこの師匠の話ちょっと待ってください、僕の話はいいですけど師匠の話は関係ないじゃないですか、あれさんが唯一黙るエピソードですね、はいはい、唯一黙るエピソード、言うときますよ、こっちのご一門もなかなか危ないんですから、こっちのご一門は全然大丈夫ですよ、こっちはこっちはね、そんなことで押し相撲しないでくださいやめてください、党全部で言うとね、なかなかね一門危ないですから、ちゃんと落ち着いてらっしゃいますから、落ち着いてらっしゃい、結果二人で黙るのやめましょうよ、今のは最優勢は、うちは最優勢、勝呂です、どっちもないろいろありましたからね、私はいろいろあるな、ね、門下の方がここに揃ってる、そうですね、いろんな事件、だからこのラジオもね、言えることで言えないことが増えてきましたからね、時代です、そうそうな、どこでも聞けますからね、気をつけて、ね、本当にね、いやでも本当になんやこんな人がのんのん言うのまで乗ってきたからね、今まあもうもう今だって全部ほじくり返すというか、なんか全部出るじゃないですか、あんなことしてな、これなんぼでも情報ってそのもうほんまに調べたら出てくるんやなっていうことですね、そう、うん、絶対出てくるんやろな、うんね、だ目つけられないようにするっていうことだけですよね、だから目つけられたらもう絶対掘り出されるんですよ、もう防げないんですよ、ね、だから目つけられないってことですよね、いやいや目つけられない悪いことしなかったらいいんじゃないですか、そうそうそう、でも悪いことがどこまで悪いことかですよね、今までは OK だったことがもう今この時代でちょっともうダメになってきてる、だから書きよう一つでどんだけで悪くできるじゃないですか、そうなんですよ、いやそれはねほんまによう言われるよ、そのなんていうの、あの、電車の中で鶴瓶に引っ掛けられたとかね、ほんだ引っ掛けられたんじゃないね、私の姉さんが言うからね、はいはいはい、あのえどういうことって言ったら、まあ俺から喋ったわけね、はい、向こうがどこ行かはるんですか、うんうんうん、言うて、あいやここが自分はって言ったら、もう向こうがどこ行かはるんですかは消えんねやろな、うん、そうです、俺から声かけられたね、昨日もたまたまおたおっさんがね、おっさんなんですね、おっさん女性じゃないです、急に色気ないエピソードがありましたけど、おっさんがね、はいはい、私の知り合いでハワイで、あの鶴瓶さんが家で一緒に泳ごう言うて、家のプールで泳いだ子供がおると、うん、危ないやそれ、誘ってますよね、うんうん、このご時世だったら危ない、まずいニュース、ちょっと待ってくれと、俺ね家呼んでやで、いやいや、ね、家のプールにねで一緒に泳ぐって、それい いくつやのんって言うたら、家のある時やから、はいはい、今コンドミニアムやから、はいはい、家のある時で今その子25言うてんね、はいはい、あのね、もうちょっと若い時やね、はいはい、ちょっと待ってと、俺ね、はい、30何年前やった、はいはい、でその後やから、その子ほんまに言うたらもうギリギリでもやで、はい、ね、
言うて10歳ぐらい、まあそうですね、10歳ぐらいの子を道歩いてて家で一緒におっちゃんとおころに危ないで、はい、いやそれもう使ってもハワイでしょ、プールで泳ごうやって海あるやんってことじゃないですか、なんぼでも海だもん、そんな、そんな、なんていうか一般の人ってやっぱり作るんや話を、いやなんかもう、まあね、大きくなっちゃうんですね、話がどんどん人にしてるうちに、うん、どんどんどんラブレターモーター言うて言う人がおって、うん、そんな俺知らんわいって言ったらごめんアフロ違いやったって誰にもたやんどのアフロやろな、そんな容器アフロ以外ですよね、誰か私の誰々がと言うたはんねんね、そんなもん俺ほんまにそうやけど、そんな、はい、昨日もそのおっさんがねずっとあの六六層にいたはったでしょ、はい、六六層にはいてないと、はい、俺、はい、女神山や、はいはい、だそういうことあのいつもあの電車通わはる時に、はい、新聞で顔隠してあの読んだはったやから俺そんな一切せえへんなするわけない、基本は向き出しで向き出しやん、うん、新聞で顔隠せたら乗らへんよ、うん、せやろそれをそう何べも言うねんしてないと、うんうん、そんなせえへんやんか大体、うんうん、で一般の人引かないですからね、うん、一回言うたらね、だからそんなことが、うん、そんなエピソードがみんなもう転がり回ってんだよな、うんうん、梅田で前昔まだアフロの頃、いつもアフロやアフロの頃座ってみんなの前で聞いてくれて落語やったはったしたこともう嘘ですね完全に、すごい女子伝説がいっぱいよ、見 てやったこともない、そんなやらへんまだなんかやってもおかしくないキャラクターやから、そう、ね、からだったらもうやられてそうですからね、家の近所でパンツとランニングで子供抱いて仕事くらい言うたはめっちゃおもろい、めっちゃおもろいじゃないですか、そんなアホな、めちゃくちゃめちゃおもろい話やな、いやその人センスありますよ、でも逆にその人がセンスいいですよ、どっかで嘘がこう回ってってそういう風に都市伝説になって、その時代から子供おる頃もかなり儲けてたい、はい、ランニングで子供抱いて仕事くらいで、ね、めっちゃおもろいですよその人、変態上海の昔やんか思いついた人上海の昔そんなあのないこと言われへん、あのそのなんていうの、うん、変な、まあ、友達がそういうエピソードになってることってない、はいはい、あります、違うって、それちゃうってっていうのはない、あります、うん、あの高校野球の応援に彼と二人で行っていて、あのカレーライスをあんしながら食べ合ってたとかってのを見たって会社の人に言われたんですけどそんなことしてないするわけないじゃないですか、そう言われるやろ、それ言われます、うん、なんであんなこと言うんだろう、でも見たから見たね、はい、見たからって言うたらもうそれ見たことになってまいりますから、ね、そうなんで違うって、まあ、そうだ、ね、証明できへんしね、否定するよねって言われて、いや、そう言ってないからみたいな、そんなしょうもないことめっちゃ腹立つよ、あります、俺新聞で顔なんか隠せへんとかね、だからそんなこと怒ってもしゃあないで、はい、でもそういう単純なことめっちゃ腹立つやん、なあ昔の思い出で変わってるやろ、だってもう全部で、しかもそれが全部ネットに出ちゃうじゃないですか、ああそうですね、僕もだから変な噂出てもうずっと、いやもう僕前ここで話したかもしれない、テレビでも一回言ったんですけど、その、うん、安藤美姫さんの第三の男は僕仲いいんだ、安藤美姫さん、うん、僕だってなって、でもうそこからもうネットでもう子供生まれ、そう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 、そうです、で僕それ次の日から三遊亭モルゾフとか、うん、三遊亭ハビルとかもうすげえバカにされて、うん、信じられないぐらいもう、もう本当に寄せに来る80ぐらいのおじいちゃんも安藤美姫の父親は君なのかいって言われるぐらい、でもそれはでもあの本人ともこれはテレビ出て一緒にもう喋って、でも全然、うんうん、まあまあね、まあお互いの関係があるんやったら美味しい、そう全然、そう仲良くさせますけど、でもその時ばかりヤフーの検索ワード全国の1日の6位に、まあちょっと目鼻立ちもね、あのくっきりしてるから似てますよね、顔実は顔、顔が似てる、今の彼氏さん、彼氏も似てる、似てません、あの外人の選手の方、このタイプが好きなんやろな向こうは、いや違うんですよ、別に本当仲いいんだけど普通に何であるもないんですよロシアっぽい顔やったからハビルさんですよね、うん、ハビルさんって僕似てます、えちょっと似てませんというか、まあまあちょっと外国人っぽい顔してるん、ね、まあ、こんなことでヒヒなんて言ってたらまた嫁に聞かれてとんでもないことになるんで、もうちょっと奥さんはやっぱそういうのはもう絶対許さへん、過去もあかんの、はい、過去も絶対ダメ、もうダメです、それはもう過去も、もう全然、もう過去はどう全部言うてるよ、過去はこんなことありましたよっていう、全部一応なんとなくは言ってます、あ言うんや全部、でもそれを後でチクチクやっぱり酔ってる時とかに、うん、はあ、一番言われるエピソードは何なの、えやべえな、すげえ詰めてくるなこのよくわからないメインパーソナリティみたいな人すごい詰めてすげえ詰めてくる、お前確かにやめたよな、はい、いや違う OB 訪問ですから、いや6月の終わりでもやめてくる、やめてましたね、7月でもラジオ出とんねん、おかしくないですか、おかしい、ただね、あの全然ね違和感なく入れるっていうね、このラジオの懐の深さですよね、おかしいでしょ、なんで相づち10個ぐらいで返すんですか、飲んだよ藤原も飲んだよ、違いますよ、待ってください、これはこのラジオさんもいないですか、そういう
伝統なんですよ。伝統あるやめた人間がまた来る、ね、うんま、たよう考えてください、はい、小福亭ベベさん、うん、やめてんのによう来てますよ、あの人も。あ、そうか、ね、ここ伝統なんです、やめた人間が来るっていうの。ちょっと待って、説得するのやめてください本当に。もうこれから7月からやっていきたいんですから僕も。ああそうそう、いやそれ、何がどうなるかな、大変だもうこれ、どうしよう、今日もまたこの辺ぐるぐる回ってることになりそう、やばい。今話題の裏ナンバにストレス発散専門店というあります、ストレス、お皿を割ってストレスを発散したり、モデルガンでガラスを割ったり、ハンマーで壺を割ったり、いつもやったらあかんことができるというストレス発散のできるところがあるんです。うわすごい、そんなんね、面白い、知ってた、知らなかったです。え、大阪、いやいやいや、今知ってるような感じ、今ストレスありますって言ってたのが、なんかストレスこれ知ってますみたいな感じになっちゃったので、おー、そうそうそう、流れを止めるなよ、止めろ、止めてないよ今、そういうとこじゃないですか、マイナス、そう、浜田さんそういうとこじゃないですかねって言うのやめてください、よう見てください、渋谷さんよう下向くでしょ、あれちゃんとね小脳字つけてますからね、小脳字つけてあの数えてますから、ね、何個あるんだろう、もう、はい、だからちゃんと見えるようにしてます、ちょっとお願いします、あの浜田さんももう味方とかもう中性で言ってください、中性ってなんだ、まず中立、いやでもほんまに中立、ストレス発散するのってそんな割ったりするのってほんまにあんねんな。昔はありましたよ、テキーラ飲んで、そのまま壁にバーンって、あ、グラスを、グラスを、そんな店はアメリカのなんかあの郊外の店みたいなあるんですか、だからそれをモチーフにして、はいはい、あの本当にあの多分テキーラ合戦みたいな、うんうんうん、で用意スタートでバーンってガーンってやってくお店はあるっていうのは聞いたことありますね、すごい前です、前道で名倉総さん、あ、いました、なんか殴られやりましたね、ドキュメンタリーとかになってましたね、あれでも見てびっくりした、プロボクサーの人で、あの殴ってください1分間でわー殴るんですけど、プロボクサーが全然当たらないんですよね、避けてるからめっちゃストレス溜まると思うんですよ、殴る方いや確かに当たらへんから、当たらへんやんけ、プロボクサー、プロボクサーです、元ですか、元プロボクサーかなんか、ドキュメンタリーでずっとやってますよね、殴られ、ただもう殴ってええよね、避けるからもう全然当たらへんっていうね、え、ほんだらほんまに殴れ、ほんまに殴られるやつもあんの、あれ歌舞伎町に殴られてないんですか、あれ確か殴られてました、でもあれ歌舞伎、でもこのドキュメンタリー結構前ですけど、また新しく違う人が出てるんですか、出てるのかな、はい、でもそのドキュメンタリー見たプロボクサーの人はヘッドギアつけてバンバン避けてましたけどね、めっちゃテクニックあるまだやれんちゃうみたいな感じいやだからまあそういうのって発散するのはなんで発散するの、そうそれね、人によって違いますよね、ストレス、うん、でもストレスが溜まったことがないんですよ、いいな、それってストレスって溜まってんなって分からへんもんやから、意外と、いやなんか、急に体不調になったり、俺もあんまり溜まれへん、なんか溜まんの、突然涙が出ます、ちょっと溜まってんな、溜まってんな、帰ってですよ、帰って部屋の電気つけてホッとしてポロポロ溜まってんなよ、ストレス、月曜日ですよね、月曜日溜まるんですよ、言わないでください、言っちゃダメなやつ、わかんねえ、月曜日、月曜日何があんの、月曜日は関西ローカルでやってるアカシアテレビという番組のアシスタントしてるんですけど難しいんです、それは大物の皆さんに囲まれてやるので、あの難しいなと思って、毎回今日さんまにおたのここで、いやすごいんですよ、むちゃくちゃ緊張されてて、で僕も挨拶一緒に行きましょうっつって、うん、え、こいこい、どんだけビビってんすか、もうだからそれでなんか挨拶して、で僕も挨拶したんですよ、でそしたらなんか全然一言も喋んなくて、僕なんかまあちょっと面識でも言っても9年ぶりとかなんですよ、うんうんうん、で挨拶させてもらって帰ったらもう豊崎さんにすごい初めてかっこいいと思いましたみたいな、すごい喋ってるじゃないですかって、でも毎週一緒なんでしょ、はい、それ楽屋でもお話することもあるじゃないですか、でも話聞いたらすごいいじられてて、サバシュリすごいいじられてて、美味しい感じ、可愛がられてるでしょ、でもあの優しい方なんですけど、あの私にお前俺に全然聞いてませんねえ、緊張はない感じ、もうちょっとサバシュリ膝に乗りそうな雰囲気が、俺がノースリーブ興奮すると来てきてくれ、ほんまに、いや本当にね、でもね、女性アナウンサー市長にあんま緊張しないですね、緊張しないですね、すごい優しい方じゃないですか、優しい方って、あの初めてお会いした時から緊張せんでええからな豊崎っておっしゃってくださったのよく覚えてますし、それですぐ緊張せんでええって割り切れるのがすごいですね、すごい、リラックスできる、いや誰もほんまにあんまりしょれへんな、いやでもほんまにあの一番緊張してないですよ、この若い人たちの中では、というのも前出ようもないし、あのビビってるもないし、めっちゃ普通の感じで入れるじゃないですか、一番素敵です、もうお父さん出るんだらええやんか、
お父さんって呼んでいいんですか？お父さんって呼んでいいんですか？もうちょっとおじいちゃんに近くなってる。今回ねお父さん何年年齢的には20何倍やろまだ28です。結構いってるもん。ちょうどお父さん結構いってるもん。いやいやめちゃめちゃ若い22、23やと思ってました。いや若く見えますね。うまいこと言うな。そうなんです。ちょっとメンバーにもハマろう思ってますね。やめてくださいよ本当に。今から言っていこう。そうやればよかったのか。この前、友達と贅沢をした話をしていたのですが、一番贅沢が何かと話題になり、貸し切りが実は一番贅沢やなということに落ち着きました、うん、そこで友達が調べてくれたんですが、あの枚方パーク、はいはい、営業時間終了から1時間後は貸し切りが可能だそうです。すごい。しかも3時間自分たちだけでアトラクションを動かしてくれるそうです、基本料金は500万円みたいですが、高っ、遊園地でも3時間いやでも普通3時間心からみんな同じ言葉言ったわ。あんない人がおるからおもろいね。そうですね。やろ確かに貸し切りでも。例えばこの使い方でしょうね。うん、結婚式そうそうそうするとか、はい、なるほどね、するとか。今やっと気合いますね。気合い。そうそうそう。そういうのをすると、はい、なんかまあ面白い使い方はきっとできるやろう。あの花屋敷を貸し切って、うん、はいはいはい、したので、杉ちゃんさんの結婚式花屋敷だったんですけど、あそこでやってみんなでネタ合戦してみたいな。うん、でもサプライズでこう何も。どこに連れてくか分かんなくて、奥さんたちもウェディングドレスして全部準備してて、杉、うん、ちゃん出てきて、うん、ウェディングドレスっていうサプライズパーティー、去年やった。あ、だから貸し切りでやった、貸し切りで、サプライズとかには良さそうですよね。そうそうそう。で一応みんな乗り放題ですと言って誰も乗ってはいなかったですけど、はい、でも絶対そうだよ、はい、まあ、結婚式中に急に、ね、ジェットコース乗ろうとはならないで、なんでいい時にジェットコース乗ってあーって言いながらならないですけど、でもイベントとしてステージでは、まあ何やろな、一番の贅沢言ったら贅沢って何でしょうね。師匠だから僕らの贅沢って正直たかが知れてるじゃないですか。一般レベルの贅沢なんですよ。だ師匠の贅沢って僕らとちょっとレベル違う贅沢なんじゃないですか。金出しゃ贅沢言うわけでもないで。そんなんな。いやだからまあまあなんでしょうね。例えばハワイ行く、僕らにしたらハワイ行くだけでも贅沢なんですよ。ただ師匠はもうハワイが日常になってるんで、ファーストクラスとか、まあ、コンドミニアムとか、コンドミニアムがまだ何かも分かってないぐらいですからね。まあでもああいうのはまあ段階踏んで、まあ言うたら、はいはい、自分がそれできたらええなということをクリアするための形やんかね、うんうん、はいはい、せやけどまあ言うたら、いやこの間ね、そのこれはほんまに贅沢やなと思ったのは、はいはい、ラジオ、あのテレビで家族に乾杯という番組で、はいはい、京都へ行ったんや。で佐藤健と、はい、で健があの就職のなんか番あの映画をやってんねんて、で就活の映画、うん、であいつ俺があの京都の大学への試練があったから、就活の学生に会いたいんですよ言うから、うん、それやったらね、あのとにかくうちはそこやでと、京都産業大学と、はいはい、ここやでと、俺2年しか行ってないけど、いやそこ行っていいですか、から、いや行ってでも許可もらうとか、はい、大変やんか、うん、許可もらうなんて大変やんか、うん、で俺はずっとぐっと思い出して、俺応援団の連れでおんねんね、藤本いうのが向こうのね事務局長やっとんねん、で休みやからあれやけど、でも藤本の電話番号知らんわけや、もう全然、うんうんうん、確かにやっとったな思って、で応援団の連中に電話したんや。藤本に俺の電話かけてくれ言うたら、すぐ電話かかってきて、で藤本が電話をくれて、でお前今どこにおんねんと、そいつはあのまあ福利台でこんな感じやな、こんな感じで学ランに、はいはいはい、藤本三条みたいな感じで、すごいな、すごいな、お前何してんねん、はい、今あのその京都産業大学の系列のひばり幼稚園の園長してんねん、えらい可愛いなりましたね、全然感じや、ニコニコしながらひばり幼稚園、すみれ幼稚園、お前こんなんや、お前とにかくな、俺今から行くからちょっと説得にしてくれやと、はい、行きますわ言うて、ほんで来よって、もう何にもなく入って、そして就活の連中も呼んどいてくれて、すぐにもうほんま10分ぐらいでそれできるって、はい、これの友達の人脈いうのはね、ほんまにこれ贅沢よ。それはずっと誰かが一つ言うたら、そこはずっと届いて回ってくるというね、全国に ものすごい量の友達いるんじゃないですか。まあおるからね、からあここやったら協賛で俺の俺とまあ俺あの総門添えて応援団とか豪遊会とかそういう会のところに俺おったから、はい、それ連絡できるわけやね、それは誰か電話してくれって言ったら、それはいまだにそっちは同級生で、同級生で何やら三条やねんけども、
あのウキもびっくりしとったけど俺に敬語やねん。どういう関係です？昔から敬語ですか？昔から敬語やねん。その時の思いやっぱありましたね。なんかあったもん。分かんないですよね。敬語やねん。小さい子で言ったけど、いやそんな人余計に怖いですよね。同級生で敬語使って相当な関係する。俺落ち敬やねん。向こうこれ何や。応援団と落ち敬と落ち敬って全然違うはず。違うけども肉食動物草食動物のはずですよ。そうか、草食でもあのなんか食うてしまう草食雑食すぎるものね。何でも食うてもいや、だからお前らがよく知ってる淀川おるやんか、あいつがそのなんていうの、あの応援団、その当時やから言うてもええねんけど、あいつが応援団のまあ言ったら勧誘を受けて、はい、でやめ、あいつともう一人のやつが勧誘を受けて、まあ、やめますこんなん怖いから、はいはい、まあ、その当時のね、その当時怖いからやめます言ったら、ほいじゃあ滞在費として1日やで、1日が10万くらい言われたやんて。めちゃくちゃやな。めちゃくちゃやな、うん、ね、うん、で俺とこへ来よったよ、はい、とにかく頼むわ助けてくれと、はい、助けてくれ、はいはい、でたまたま言うてた時に、はい、向こうに応援団の一人の先輩がいたって、はい、でその人とあのお菓子思いませんか言うと、俺も一本木やから言うと、はいはいはい、お前何昔とんねんことになって、はい、まあね、ちょっとまあ揉めて、はい、でまあ揉めていうか、まあまあだからわーっとなったってことですか。連れて行ったるわ言ってね、あーはーはー、応援団の行さんいるとこ連れて行かれて、俺も殺されるんですよ。いやいやすごいすごい。こんな時に俺もものすごいね、はい、運あんなと思ったんやけど、はい、俺の1年の高校1年の時の3年の先輩で俺めっちゃ仲良かった、はあはあ、柳原先輩がそこの団長やって、はあはあはあ、あ3年やからこれから団長になるとか、はい、時期俺駿河だと、はい、もうちょっと話したらええいうことになって、うんうん、俺の連れやがな、俺の連れやがなやって、はい、だそこがブラーってなって、うんうん、まあ、トップの一声ですからね。ほなこいつ何もんやって、うん、はい、でそっから俺はそのままその応援団のところに転がり込んで遊ぶようになって、そっから仲良くなって、うんうん、とんでもない学生生活、漫画みたいですね。漫画みたい、漫画みたいですね。それが何年後かにその藤本は、ええやっちゃこいつな、はい、藤本がちゃんとやってんね、うちの近所で応援団とか豪遊会とか集まって、うちの女神山の下にあのちょっとしたまあ料理屋があんねんけど、そこでほんならみんなで飯食おうやって行ったよ。ほんでちょいちょいそのもう丸坊主のやつが注射持って便所行きよね、何、うんうん、やろちょっとちょっと待ってと、はい、で俺分かってんのよ、はい、インシュリン打ち、あーなるほど、糖尿病のややこしなるから、ね、だって、ね、まず見た目でやっぱ先入観ってありますから、はい、あと坊主の人で熱を具合やっちゃうから、うんうん、見た目はで注射器持って、はい、あんまいないですね。なんだまあそれでバイキュー、まあ、ちょっとな、まあ、それ何をやってるか言うといてくれって、はい、変な噂があったね。いやまあただそうね、盛り上がってちょっとインシュリン打ってくるわってなかなか言いづらいでしょうし、そっちの方があれあんまり喋れへんからね。そうですね、でも自分では日常ですからね。日常やからびっくりしたそれ。だからそれだけの長いやつの付き合いが今でもあるから、うんうん、あその一言言ったら動いてくれる人がいる。人脈が一番の贅沢やで、うん、人脈、うん、ただまあその応援団の時はずっと贅沢し続けてる感じですけどね。ずっと贅沢してますよね。もうこれはあぐらかいたらあかんけど、そういう運があったんや、はいはい、かんのちゃうかなと思って、はい、まあアホやからちょかしてたからパーンと言うてまうやん、はいはいはい、言うてまうやったら怒らして先輩を、うん、お前なんでそんな言われなあかんねん見たことになって、はいはいはい、連れて行かれたところに僕の高校の時仲良かった、まあまあ、先輩だったんだから同級生が敬語使うっていう不思議なシステムになって、ね、だからもう一回敬語使うって思ったらなんかこうちょっとやめられへんみたいな。俺が何年生とかね分からへんかった時から敬語使うって言ったから、うんうん、ね、まあでもそもそも言ってる連中は敬語使えへんよ、うんうん、分かってるから、ね、はーはー、応援団で仲良くなった人は多分相当上の人からのあなんか締め付けが怖かったんでしょうね。相当きつかったんでしょうね。もうあの時代の応援団ってめっちゃきついからね。全然やっぱ違うんですね。応援団っていう部みたいなのがあったんですか。応援団って部、今はチアガールみたいになってるからな。まあ、まだいるんですか、ね、でもいますよね。多分でも多分その当時から来るとめっちゃ少なかった。でもあんなゴリゴリじゃないです、うんうん、やっぱそうですか。もう、うん、昔のって絶対めちゃくちゃ怖いですよ。近代の有名ですよね。近代がそれが三大とこで攻めてきたから、はあ、そんな戦いもあるんですか。応援団同士で応援する側なのに戦う戦ってる人を応援せなあかんのに。そこで絡んできて、俺空手部の先輩と仲いいから、はいはい、でもそれなんか仲いいわけやから、はい、でも空手部でもうやんちゃ
ちゃな先輩と仲良いから、そんなんばっかり、俺落ち券ほとんどつるんでんから、はい、そんなん落ち券つるんでなかった落ち券はほとんどつるんでなかった、うん、落ち券とは別の意味でなんか距離ありすぎて敬語使われんじゃん落ち券って落ち券落ち券はもう距離がありすぎる、すごい時代だな、いやでもすごい大時代やで、そうですね、だって先生たちがこう、それこそ今なんて暴力とかないですけど、うん、その頃ってもっとすごかったですよ、それはもうむちゃくちゃやわな、そんなの殴ら、お前らの時期でも殴られたやろ、ギリギリじゃないですかね、多分僕はやっぱあの格闘技の部活ですから、うん、めちゃくちゃそれはありましたね、まあ今はねそんなん全部ダメですけど、うん、まあ昔はまあそういう良き思い出として、うん、まあ残ってますけど、あんなんあった方がおもろいけどな、そうですね、そうですね、まあまあね、暴力は本当は良くないんですけど、まあ、一人アホみたいな人おるから、ほんまにほんまにむちゃくちゃ加減せえへんやつおるからな、まあちょっとまずい先生とか切れたはる人とかおるから、はい、そうなんですよ、だから手加減とか、うん、その、なんか頃加減が分からへんって、愛情なく暴力使ってしまうとそれも全然違う、今いないでしょ、ね、市内持ってる先生とかね、そんないてないわな、うん、ね、そんな先生の怖いやつおった、僕中学校の時もひどかったっすね、うん、あもう軍隊みたいな学校で、僕らが入る6年ぐらい少年ちゃうで、はい、ちゃいます入ってません、入ってません、ケンジさんだって一緒に中二病の時、中二病の人ですからそんなしません、それで絶対しません、めちゃくちゃ荒れてたんですって、はいはい、もう廊下バイク走るぐらいの、うわ、校内暴力時代、それがひどいんで、もうこれ押さえつけようってなって、はいはい、もう僕らが入った時はちょっと緩くなったんですけど、うん、僕の2つ上3つ上はもう入る時坊主です、うん、で恋愛禁止、恋愛禁止、どれぐらい禁止かっていうと、一緒に女の子と歩いて帰ってたよなお前昨日、はい職員室って五輪にされるんですよ、五輪ってもう本当にもうあのゼロミリぐらい歯ないやつね、歯ないやつ、一緒に歩いてたらあかんの、それぐらいなんですよ、ぐらいや厳しいね、めっちゃ厳しい、ただ僕もそ男女交際禁止の意味は分からないですよ、髪の毛をちょっと生きて立ててったら、はい、もうバーンって流しに連れられてブワッサー現れて、はいじゃあもう授業戻ってみたいな、で俺らそうなった、眉毛剃ってるやつ連れて行かれて、はいはい、マジックで雪だるまみたいな、先生が面白い、雪だるま雪だるまみたいなから、お前雪だるまなってねそうです、眉毛でそんな怒るいうぐらいバーンと疲れましたけど、ね、そう眉毛剃っとったからね、お前これ言うてもうかけ言うて、はいはい、へえってほんまへえっていや僕クラスで、あのなんかまあ今日コンプレックスあったんでしょうね、うん、クラスでほくろが大きいね、うん、子がいて顔に、うん、それがある日学校行って帰ってきたら手術してほくろがなくなってたんですよ、絆創膏みたいなの貼ってて、うんうんうん、お前何してんねん先生言われて、お前何ほくろ取っとんねんバッ、それはあかんの、坊主にしてこいで意味わからない、わからないんです、そこまでは多分気に入らないんでしょうね、なんか押さえつけたかったんでしょうね、ほくろはやっぱ取っといてほしいな、それでしようなるやんっていう、それこそ坊主に叩いて坊主にさせられて、人が気になるほくろは取ったのか、人がね、印象的な、まあ、まあ僕らからしたら全然なんでもないんですけど、はい、そいつはまあ自分の意味だから気にしてたんでしょうね、うそういうのはないの、先輩後輩で厳しいなんて、あの学校自体は別に厳しくなかったですけど、吹奏楽部に入ってたので、部活はすごく厳しくて、私も恋愛禁止だったんですよ、それ 部の中で、吹奏楽部で恋愛禁止、そうなんですよ、なんかもう年末も年始も休みがない、あのすごくかなりレベルの高い音楽学校やからさ、特に吹奏楽ちょっと運動部系なところありますから、走ったり腹筋させられたりとかあるし、ところがあったので恋愛は絶対に禁止で、でもやっぱ部内で吹奏楽部って男の子少ないから恋愛してたりもするんですよ、うんうんうん、それが先生にバレたらもうみんなあの100人以上いたんですけど全部で、はい、みんなを集めて謝りなさいって言って、謝りなさいよ、みんな思ってんだから謝りなさいよ、してないなって言われて、やってる二人が泣かれて、泣きながらすいませんお前はなかったそんなんは、恋愛禁止が全くなかった、女子まあ女子どうやったか、我々やった、俺と付き合って我々やった、はい、普通にどこの違う高校の子と付き合ったりとか、あでも ありました違う高校の校内でキスしたりとかした、うん、ありましたよ、校内でキス、女子校の女子ジャイアント、もう男女共学、高校は共学ね、羨ましいっすね、校内で、うわもうめちゃめちゃ羨ましい、どの辺ですんねん、どの辺で、どの辺でしたん、教室の廊下とか、そんな他の人見てるやろ、いやだからもうこ制服でしょ、向こうも学ランでしょ、うん、キスするんでしょ、
うん、ええー、なあ。それ言うてないですか。ボイラー室とかでしょ。ボイラー室。いやいや普通に廊下とかでもみんな知ってたんで、あのみんな知ってる。してんの見てんのみんな。えなんかねなんか名物カップルみたいな感じにされてたんで。あ痛い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 。もうずっと付き合ってる。痛くない。痛いやつさ。痛くない。そう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 。名物カップルみたいな。めっちゃ言われてる。痛いや半分バカにされてる。痛い人。堂々とイチャイチャしてまうのをちょっとやめとけよっていう感じで言ってんのに私らはめっちゃ注目されてるよ。痛いや痛いや。絶対モテてきてないじゃないですか。モテるわけないじゃん。僕なんか工業高校ですよもう。僕も男子校でアマチュアレスリングやってましたからね。モテるわけないですよ。ネタ見じゃん。ずっと先輩先輩に言ってますよ。僕らはもう今後一生女子高生とキスすることないんですよ。一生一生ないんですよ。絶対に犯罪犯罪ですから。一生ないんですよ。俺はでも今うちの男女共学なっとるからね。うちの高校は男女共学になってる、はい、で師匠主語を抜かしたりすると危ないですよ、はい、俺はでもって言うから、はいはいはい、俺はでもって言うとなんか続きが、ね、可能性はあるやん。ないですじゃあもう 夢として夢と希望として僕らはもう一生女子高生の並校が男女共学になってるんで、いやですよ、ね、でも僕の高校も男女共学になりましたもんね。なった、はい、なったかい全く高校変わるんでしょうね。いやもうね悔しいですよね、うん、なあ、うん絶対 OB 許可せんと思ってましたけどね。そうやな、みんな少子化ですね本当にね。俺らなんか入った時はあの住吉学園とそのまあ俺らが3年になったら合併して男女共学になるっていうのをみんながまあ言うた都市伝説みたいに、え住吉学園とあの女子校ね、はい、と一緒に男女だから3年になったら男女共学なんねんな、はいってあ夢があったみたいな。いいですね、はいはい、そのまま卒業していく。いやあの噂はない。やっぱり噂レベルだったね。男子校って入る前に男子校を想像できないんですよ、うん、だから入ってから男子校がめっちゃしんどいっていうことを気づくんですよね。入ってから気づく。そうなんですよ。で僕の高校のあのお前、はい、お前なんでそんな中心にしてるの。いやねさっきからやっぱ一番すごくて。いやすごいんですよ話の聞き方もね。僕もちょっと呆然としててなんか僕はあの先週もゲストやで。そうですよ。僕はちゃんとゲストにも話を振ってねしてますよ。話振ってます。ずっと自分の話ばかりでしょ。さっきからそんなことないよ。おかしいでしょ。だってみんなほんとね置いてけぼりの人みたいな。僕あの嫌なことあると眠くなる癖があるんですけど本当に今眠くてしかないなってやべえなって思ってますから僕マジで。違う違う、はい、僕はもうみんなと話を合わせるというね、うん、僕自分の話がどうでもよかった。合わせてます、はい、半歩先を一つ CD で聞いていただきたいと、はい、半歩先ね。今ちょっと緊急連絡入りました。すいませんね、すいませんね、曲の途中ですけど、すいません。半歩先まだかけますけどね、浜田健一さんの時いつもなんか緊急、ね、そうですね、はい、半歩先かけてるけどちょっと一方ぐらい情報がね入ってきましたね。あのね豊崎お前どこの高校やねんと男女共学なんか言って、はい、八王子高校や、うん、八王子高校言ったらもう今年夏の甲子園出たぞ。出ちゃうんですよね。ねすごい。春夏通じて初出場です。なんでそんな話。ほんなら吹奏楽。そうそう吹奏楽部の後輩がスタンドでもめっちゃ応援するんですよ。野球応援も行ってたので私の年は堀越高校に負けちゃったんですけど、うんうん、でも割と強かった、強かったすごく弱いわけじゃなかったんです。吹奏楽部も強いでしょ。吹奏楽部強いです。じゃあ本当に応援すごいんですね。だから西東京の大会で須賀尾高校と八王子高校が最後決勝だったんですけど、どっちも吹奏楽も強くて強、我々は吹奏楽で負けたんですよ素顔に。だから絶対勝ってほしいと思ったら、ね、勝ち方しよったもん、はい、いやね、最後にねあの14番が、ね、そうですね14番バーン打ってね、なんでドラマチックになるんだろうっていうのか。そう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 、そうですよね。お前それ八王子高校ってなんで言えへんねんお前。よくあのタイミングでずっと黙ってられましたね。甲子園寝るんで参照したらもう絶対言ってますよね。自分では出てます。そこから一回エピソードを挟んでからいます。だいぶ長尺喋ってる。すいません、やめてください。でもそうなんだ、はい、いやじゃあちょっとやめてくださいって多いです、ね、あの見ながらもあの吹奏楽あ後輩頑張ってんなみたいな感じになるわけでしょ。だから応援に、ね、行けたら行きたいなと。オーケーとしてでもできるんじゃないですか。 OG やけどね。厳しいのね。いやいやなんで、はい、えどういうこと。いや OG やんか。え OB じゃないですか。あれいや OB じゃなくて OG や。 OG の B は男性なんです。 G ガール女性です。そうなの、うん、知らなかったの。知らない。一歩先よね。半歩先です。すいませんね、はい、なんかね、いやいや曲の先で申し訳ない。泣きられるんか、はい、すいません、ね、最後
まだちょっと2本遅れてきたんで、情報がすいません。情報がね、やっぱりね、2本遅れてくるんですよ。マリリンが電話や、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 ファンから電話かかってきた。一歩ずつ全部遅れてくるから、もう半歩先が全然だいぶ進んでもったね。オージーって知らんかったの？いや知らない。この O は何なのかすごい気になるんですけど。オールドガールやんか。オールドガールなんですか？オールドじゃない。オールドかもしれへんし。アウトじゃない？違うのかな？アウトではない。それは絶対アウトだよ。アウトやったらもう退学してるやん。アウトボーイ、アウトガール。出てた人、出てた人。OB はオールドボーイ。オールドでしょ？オールドボーイや。どっちやろ、オーバーかな。思い込んでましたけどね。俺らもオールドボーイ。なんかまた違う単語をね。お前アウト、アウトボーイ、アウトボーイ言うから、そんな人は怖いやろ。アウトボーイ、アウトボーイは絶対ないわ。アウトボーイは絶対違いますね。もう道から外れてしまってますもん。オールドボーイやな。オールドボーイやな。じゃあオールドガールやんか。オールドボーイ、オールドガールやんか。なですよね。渋谷、渋谷、渋谷さん今ちょっとお待ちください。調べ中ですね。調べ中、正確な情報をね。俺のせいで浜さんの曲今、はい、すいませんね。なんか半歩先がなか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 半歩先で日本さんが調べてくれました。そうですね、半歩先ばっかりやんか。おい、おお、謝れ謝れ。いやいやいや、誰も否定しないで。誰も、あ、そうですって言うてくれへんやん。そうですね、全員、いや確かにそれ言われたら、はい、全員止まりました。ちょっと白色すぎたんでしょう。なんだ、俺はオールドボーイ言うと全然ちゃうみたいな感じになったやんか。俺一瞬、一瞬あ言わんといてよかった思ったんやけども、はい、全員なんか不思議な空気になりましたね。そうそうそう、止まりました。でも確実にアウトボーイではなかった。それだけはなんか自信を持って言いましたけど。お前もなんでそんな分からへんねん、それ。私だけ賛成してましたよ、オールド。そうかそうか、はい、川崎です。どうぞ。いいな。いやいや、半歩先。いや、やっと全部やっと出ました。はい、出ましたね。なかなか進まなかったですね。三、はいね、度目でやっと、はい、本格的に聞こう思ったら、はい、友達から電話が。いや、ね、正直、まあ誰からかは言えませんけども、はい、なんかそっちの内容にみんな聞いて、はいはい、あのすごい方に、はい、そうですよ。イヤホンの方が音でかいのにそっちばっかりね、うん、続けてない方に。全員が静かに黙って聞いてます。はい。いや本当に面白いすごい話ですね。でもこれ言えないですけど、すごい話です、うん、そのね、今日さっきのね、お電話の時の話と、電話の方ね、言えないですけど、すごい話ですね、はいはい、すごい話ですね、はい、うん、仇ですよ。誰と電話したのか、もちろん仇、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 高木じゃない、すごい、はい、あの人脈が多いという話。いやいや、いや、そうですね、うん、そういう話してた上で、はい、今やっぱそういう電話。いやいや、すごい、うん、すごいですね、人脈が多い。ちょっとね、うん、人脈がちょっと広すぎて、ね、すごすぎます、やっぱりもう、うん、脈っていう言い方じゃないかもわからないですよね、もうちょっとね、もう人脈じゃない、もうなんかその脈みたいな、その細いのじゃないような気しますよね。全部御堂筋ぐらいの細さあるんちゃうか思います、ね、だから高校の連れも知らんこと多いですから、ね、お前そんなやったかとかいうのがようありますよね。はいはいはい、はい、割とまあそっとしてるとこもありますからね、あの、はい、おとなしくちゃんとしてますから、ね、いやいや、そういうなんかちょっと含んでる時になんかちょっと突っ込みたくなる癖がやっぱね、まだ抜けない。また飲みに行った時がね、一番 ね、はい、はい、あんまり突っ込まれると、はい、やっぱ僕もね、7年やらせていただいてたんで、はい、師匠の話もたくさん聞いてて、ね、だいぶ抵抗ができてるんですけどね、はい、打ち上げの時が一番リアクション大きくなりますからね、本当に。この前ニュース見ていたらイタリアのボスコ、お前誰やねん、はい、お前誰やねん、何二人で喋ってるんですか、誰そうに。もちろんこんなエピソード言えないし、今いや、ね、なんで俺今週も強めの酒飲まなきゃいけないんだよ。いや、渋谷もあの8年目を迎えたんやなっていうだけ。8年目とかって何でしょ、本当に終わりましたよ。いや、私まだ1ヶ月目だよ、本当にまだどうするんだよ、本当に。よかったなって言って、何が正解か分かんないよ、もう本当に。いろんなラジオ聞いてるよ最近、だから誰が正解だろう分からないよ、本当に。イタリアのボスコ、ボスコトレガーゼ、ボスコトレガーゼ、ボスコ、カタカナですね、ボスコと、僕ね、カサカタカナ病です、ちょっと、ね、ここだけ、はい、ボスコトレガーゼでは町の名前ですよね、はい、イタリアのボスコトレガーゼでは、ある町でいいですよ、ある町で、皆さん、ね、ある町で役所で働いている、職員のおよそ半分に当たる23人がズル休みの罪で逮捕された、逮捕、うん、逮捕されて、人手不足の、人手不足のため、うんうん、ほとんどの業務が停止される状態ですと、うんうん、ね、まあそんだけ休んだらな、はいはいはい、うん、政府が最近ズル休みに対する取締り強化を発表しております。すごい、ズル休み取締りって。
いやでもほんまに、まあね、一生懸命働いてはる人見てるやろうけども、うんうん、日本でもやっぱり働いてはる、ね、多いじゃないですか、ずる休みしてる人、あの公務員の方で働いておられない方がいてるんじゃないですか、調べたきりないですよ。いやいや、本当そっちを調べてほしいですよね。ただでもね、それはね、やっぱりなんていうか、あのアリの原理で 2割働いたらとかね、うんうんうん、2割が、うん、何割働いたらっていうので、あと何割が、この2割の怠けてるのを取ったらまた8割の中から2割働くんですね。でもこのね、サボるやつっていうか、あのこのこういう業界でも言ってるけど、はい、あかんやつおんねん全然、そうなんですね、制作会社の、はいはい、これがちょっと必要やね。へえ、ちょっと抜けるとこが、これがダメやねんけどもええとこあんのよね。ダメなところを見てるところのええとこあんのよ。クッションなんですかね。どっかにものすごい発揮しよるわけ。へえ、すごいよ。ウキ見てみな、ウキ。え、ウキさん、そうなの？ウキさん、ウキさんは、そっち側？ウキさん、多分左側やったんやけど、もうドーンと上になってね、もうすごなりよったやろ、ほんまマジで、はいはいはい、ただ時々昔の名残が出てくるよね、はい、タクシー乗ったらね、言うたら新商社のところバー押してしまうとか、ボタン押しちゃったとか、ネタ割引になっちゃう、ダメなとこはちょいちょいあります、ちょいちょいありますけども、まあそれもまたおもろいやね、振れ幅があっていいですよね、うん、ダメな時あるけどしっかりするからビシッと、必ず皆さんのエピソードになりますからね、みんなで話す時も誰かがそういう人の話になるじゃないですか、そうそう、はい、あるやろ、ありますあります、お前とこ の, あいつもそうやろ、一番ね、いやもう八甲さんですよね、うちの弟子、俺の弟子になろうと思って辞めて好楽さんとこ行った人、そうですそうです、八甲、あいつも見るからにあかんわ、いや見るからにポンコツですけどもう逆ばっかりで、落語家になりたいって入ってきたのに逆ばっか作ってるんですよでまたそれがひどい逆ばっかりで、もう1年以上ですからね、でもおかみさんが一番可愛い可愛いって、あの子は心が強くるじゃないからって、あんなギャグやれるんだから心強いと思うんですよ、いや強いでしょ、さらに新しくまた弟子入りましたからね、今度入った、今度外国人入ってきてましたから、うわええちょっと待ってください、うちのシェアを終わらしに来ましたね、いやそうなんですよ、ちょっと待ってください、これちゃんと聞かないとダメですね、知ってますかね、ボルボテイケアさんっていたの、人ボルボテイケア、素人落語みたいなのやってて、でもどうしても入りたいって言って、はいはいはい、で好楽のあのところに、何人ですか、スウェーデン人です、うわー、また北欧やカナダと被ってるわ、うちのサンシャインと、またね綺麗な漢字を書いて手紙送ったみたいで、うわサンシャインめっちゃ字汚いね、困ったな、でもおかみさんがもう何や、あんたたちより全然漢字うまいや、あの子はいいわよって言って、いくつぐらいの人やね、30万人、29とか、うわ若いな、サンシャイン46だからな、師匠もいい加減だから、名前がもういい加減で、もうほんとこれおかしいなと思ったけど、好楽なんで普通はなんとかこうとかつくんですけど、三遊亭十兵衛になります、十兵衛ついちゃってるから、もう師匠や、はい、名前はうちの方が面白いですね、三社員十兵衛だ、うちのやな、はい、今のあの兵器、はいはい、兵器か、はい、兵器か、兵器やな、はい、じゃあお弟子さんでしょ、はい、お弟子さんでしょちょいちょい今日の兵器が、あれがもともと十兵衛やった、あれじゃあ2代目十兵衛で、十兵衛関係ないんですけど、十兵衛になって、あ鶴瓶の兵衛で十兵衛、うちはひらがなで十兵衛、あそうなんですか、スウェーデン人の三遊亭十兵衛です、ちょっと困るな、スウェーデン人の絶対受けますよ、だって昔江戸ではなんて言ったらもうすでに突っ込まれるじゃないですか、そうですね、三社にも受けますからねご指導ご鞭撻よろしくお願いしますって始まるんですよもうその時点でおもろいじゃないですかすごいな、はい、それすごいですね、いや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 、あれや50周年もうそうですそうです、なはい、今年一生50周年芸能生活、50周年ってすごいよね、そうですね、好楽ちゃん祭り、好楽ちゃん祭り、鶴瓶師匠の言葉で夫婦は、タコと糸やと、夫がタコで、妻はゆらゆらと糸でコントロールすると、まあ、俺の言葉じゃないけどね、いやそうなんですか、僕師匠の言葉だと思って、まあまあ俺の言葉なんかな、それから僕は違うんですかあのね実はね、はい、師匠めっちゃええ言葉言うんですけど、はい、あのなんていうかその編集がめちゃくちゃ天才的なんで、違うところがちょっとええ言葉を引用してめっちゃええ言葉に変えるっていう、ね、僕の嫁と僕のあの引き出物の手拭いもそこから取ってるので、ああほんな俺、そこからほんな俺や、本は石に刻め、裏身は水に流せ、あれはもうちゃんと元々ある、はいはい、松下幸之助そうなんですね、あれはそうです、画家の上田潮さんがそれをイメージしてタコと糸で絵を描いてください、ね、でも鶴瓶名言って結構たくさんあるんですよね、僕一番好きなのはいつも二十歳の時の自分が後ろから見てるっていう、ああそんなに言ったいやでもこの前俺が今あの杉田二郎さんって俺ミュージシャンで、あのもともと言うたジローズ戦争を知らない子供たち、はい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 、ね、で杉二郎さんが昔に俺に詩書いてくれ、はい、その詩を昔書いたのに30何年前に、
その詩が出てきて、うん、その歌今度50周年で、うん、あのそのアルバムに入れていいかって聞かはったよ、うん、どうぞ言ったら一緒に歌ってくれ言って、夜の間行ってきたかなレコード、レコーディングに。その時の詩がもう三十何年前に作ってんねんけどなかなかええねん忘れてて30年経ってみたら、ね、そうそうこいつ先生なと、まあ、先生いうか今の思いとそのままね、うん、今を生きていきたいって、はい、だからその時その時にその今を生きるっていうことの大切さみたいなのを歌ってるの。へえ、今のお考えともう変わってない、うんうん、だからなんぼそのなんていうか歴史を何か残して偉大なことあっても、うん、今が生きれなかったらただのそのね言うたらまあ名物のおっさんだけであって、はい、あの人あんなことしたでとかわしこんなことしたでじゃなく武勇伝って今を生きていくっていうことがすごく大事だっていうことを詩にしてね。聞きたい、うん、いやまた名言が出ましたね。またああ手ぬぐい作らなきませんよ。なんで僕毎回師匠の名言手ぬぐい、ちょっとなんか人気出そうですいやいやだからあのあれでしょ、あのまあ言うたらケンジも昔作った歌っていうのがふっと出てくる時あるやんか。あこれこんなこと作っててんなってあるのちゃうの。ありますけど、うん、僕はもう今の方が好きですね。あやっぱり次から次になってくるわけ。はい、この中では今先週はですね刹那歌ってくれて、はい、それから、さっきが半歩先、はい、何回もかけましたね。であと D と14歳も流しました。14歳歌ってもらいましたよね。あともう一曲何か歌っていただきたいんですけどね。帰ろう、はい、帰ろう、それかそうだろう、そうだろう。ジュゲムはね、ジュゲム、はい、ね、前回ありましたね、ありましたから、はい、何がいいですか。じゃ僕はバカになった。それじゃ僕はバカになった。お願いします。お願いします。お願いします。すげえ、バカになった。これもなかなかいいですよ。7月の27日にあのリリースしてますね。まあ、してますね。ありがとうございます。いやすごい、いい歌やね。マリリンがちょっとね、そうですね、涙目になってましたね。涙目になって、なんかうっとりもしちゃう感じがありますね。なんかちょっと静かな感じもすごい素敵。そうですね、これあのミュージックビデオも配信されてて、それがあのどなしてやってるの。浜田健二僕はバカになったで、調べたら出てくるわけや。それに太郎ちゃんが出てるんですよ。おそれが太郎、はい、この頃どこ行ってもそいつの話なの子族の話ですよ。逃れられいやでもどんどんね、まあ、進出していらっしゃいますから、でも出ていただまあお友達なんですもんね。まあまあ、いやいやだから太郎がなんかプロモータープロモーターですプロモーターがご出演されてるんですよね。ミュージックビデオ流行ってんですよ。銀平兄さんがあのねあれしたり、圭介さんやったりとか。ああ、意味が分からんわ。こんなん賢治が出てるから応援したっていう、モデル言うてる。もともとミュージシャンですもんね、太郎さんも、ね、そうそうそう、太郎もミュージシャンやったからね。いやでもやっぱ音楽かっこいいですね。自分の思ってること歌に乗せて言えるって、表現できるってやっぱ太郎がやってたと、やってんのは知ってたの。いや僕は知らなかったです。うん、すごいな、ね、刺さった。どうしたんですか。昨日嫁とちょっと喧嘩しちゃったこととかも、あ笑わないでこう怒らせてしまったなとか、もう全部の曲で僕なんか自分の人生の教科書のように全部刺さるから、ちょっとライブ行かせてくださいお願いします。もういや多分あの曲がいいのもあるけど心弱ってるやんあんただよお前が来るからあんただよお前やいやいやいや僕なんか全然ねそんなんじゃないですから。いやそんなんじゃない。僕はもうただこの番組を楽しくしたいというだけの。いやいやそんなんいらんねん。いや僕はもうなんとかねこの言うたら、うん、あのガリみたいな存在ですからね。ガリが一番大事だ、ね、私の娘は今大学1年生です。最近某ハンバーガーショップでアルバイトを始めました、うん、私は全く知られていなかったので、知らされてなかったので、はい、娘が働いているハンバーガーショップにたまたま入って知ったんです。汗をかいてお客さんに対応している姿を見て成長を感じました。ちょっとジーンとしてしまいましたが、最近私と娘はほとんど会話がありませんので、働いてる姿をこれからちょくちょく覗いてみます。ストーカーやぞいや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 ね、家族娘さんの、いや心配なんでしょうね。でもね、
ね、アルバイト、まあまあね、そう、子供さんがアルバイトしてるっていう経験僕らは全然ないですから、ね、師匠の太郎さんとかもしてるわけでしょ。いや、娘がね、はい、まあ大学行ったら働いてえってバイトしていい、バイトしていい、そのままバイトして、いや、それでもすごいですよね、言うたら億万長者の娘やけどバイト、億万長者の言い方長者番付のお金はちょっとしか渡してないやん、うん、うちの嫁がやってるから、うん、ほんでええよって、はい、ほんで電話かかってきて飲み屋やったよね、飲み屋、飲み屋っていうのは新宿の飲み屋で、居酒屋じゃなく居酒屋、居酒屋です、うん、居酒屋、はいはい、あ、そんなええやん居酒屋で、はい、って言うたらね、まあそれええやんかって言ったら、うちの嫁がね、はい、実は働いてるところが新宿のちょめちょめムーチョいうとこ、ちょっと名前がちょっとあの家族からしたらちょっとうんってなる名前ですね。ちょめちょめムーチョそんなとこで働いとんのかと、はい、うちの娘ちょっと胸大きいですからね、はいはいはい、ちょめちょめってやってんのかなっていうのを想像するわけですね。いやいや、それはもうショックでしょ。いやお父さんもういや、それはそうですよね。でもその日に飛行機のもうそんなもんそうでしょ。いや、まあそうですよね。いいとも出ててもちょめちょめムーチョがずっと頭の中にいるわけでしょ。お昼休み前のもちょめちょめムーチョが話しとんねんなとね、18歳で、くそー思って、億万長者の娘が大体ってなんとかもうやめさせそう思って、で言ったらまだ4時半か5時前やって、うん、はい、5時からやろな、はい、パッと見たらね、米ムーチョちょめ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 じゃない、米知ってる、米ムーチョってなんかイタリア、じゃあメキシコかなんかのなんか居酒屋やねん。あー、もうちょっと南米っぽい京王プラザの上、デパートの上で全然違うんですね、ね、はい、で多国籍料理やねん。でパート見たら全然違うやんか、はい、ちょめちょめと米米は何をちょめちょめしてへんし、米米やと、ね、何をちょめちょめしてへんし、狙いは違いね、そうですよね、待って入っていったらええんだこれと、出し切ったん、そりゃそうですよ、その理由も言えないですよね、あの実はちょめちょめムーチョだと思ってお前がちょめちょめしてるのを想像してきたんや、何がくらいになりますよ、出し切ったんだ、みんな言うてないのにバレるやんか。あ、でもその悩みはやったらあるでしょう、そうですよね、なんでなので俺も帽子かぶってずっといつもむき出しやのに俺がちょめちょめしようから鶴瓶さん、関西チンバン河原版懐かしいですね、自分は寺島千恵子さんのファンでしたからよく拝見しておりました。近江八幡へジャイアント馬場さんの取材に鶴瓶さんが行かれたのもこのチンバン河原版でしたね。いや、それは違います、それはミッドナイトトレーンというやつですね。あの馬場さんとあの対決しましたからね。対決ね、馬場さんとリングの上でやりようって、はいはい、まあ、ほんま言うて馬場さんの動きって緩い思ってたよね、はい、いやだってね、ちょっとゆっくり、ね、なんか足に人が当たりに行くんかなぐらいの感覚です、うん、そうそうそう、モノマネとかもこうゆっくり、ね、まあまあ、いやもうこれ非常に馬場さんに失礼ですけども、馬場ファンにも失礼ですけど、そんなゆっくりやからちょっと行ったらええとこ行くんちゃうかなはいはいはい、はい、ちょっと本気出したろうかなぐらい、頭のおかしい時でした、ね、はいはい、ちょっと尖ってる時でしたから、行って、はい、ちょっとリング上がって、はい、もうそんな見た時点であかん思ったけど、はい、ものすごいこっついて、で足もこっついし、いや、それはもうサイズがジャイアントですからね、まずね、名前がもうでかい、あれどれぐらいあらはったの、2メートル8、2メートル、あれかかったんですね、ほんでね、ちょっとやっと俺もパンツ履いて向こうでやったよ、はい、ね、ババさん優しいして、普通あんなぐらいやったらもうバーンとか来るやんか、はいはい、で、まあ、でもものすごい手加減して来はんねん、もう子供遊ぶみたいな、はい、で、もう俺も赤いの分かってるからな、余計あの 俺がこけたんよ、はい、で余計張ってんね、それがあの俺の足踏まはってん、え、ああ事故で俺もう死ぬか思ったもん16問キックで踏みで16問踏みこんな強い人ないわ、とんでもない、踏まれて分かるってとんでもないいやだからその馬場さんはそのそっからの付き合いでずっと付き合って、俺が新番組やっても
必ず馬場さんが。ああ、そうなんですね。落語の方にも来はったよ。三大話やらはったんですか。いや、やってない。あ、やってないですか。タイトル取らはって、なんで馬場さんがさ。いや、めちゃめちゃうまいことできた、おもろいな。いや、もらってるやろ、あの人。はいはい、ほんで、俺は、あの、あの、あれやんか、馬場さんのお亡くなりになった時に弔辞読んだやん。あ、そうなんですね。でも、俺、あのプロレス知らないから、うん、もうずっとお断りしてたんやけども、あんまり聞かないですね。そうそう、でまあとにかくまあ長寿をっていうんで武道館やって、うん、はいはい、で武道館で長寿を呼んだ時に、あの2時間ぐらい並んで、あの文福はあのその葬式に出とったんやけど、はいはいはい、そうそうファンの方も同行ですね。まあガッツ、はいはい、武道館なんかものすごい1万人以上入ってるぎゅうぎゅうで、はい、そこに文福が2時間待ったで出たら、同期が長寿呼んでる同期と俺が長寿呼んでる、俺が2時間並んでそんなとこでこんな小さいそれはもう、それはもう仕方ないです。知らない、知らんのにみたいな馬場さんはよく知ってますから、家まで行きました。そうそう、箱根かな、熱海かどっか の、あのあれ別荘にも行きました。すごい、でも本当の写真があったんですね。うん、だからそういうハワイでもねご一緒して、一緒にハマキ吸うて、ハマキ吸うてハワイなんてどうやって行かはるんですか。え、ババさん、いや、ババさんも散歩ぐらいで行けるんですか。散歩ぐらいで行けるんですか。散歩、あの大きないやいや、まあごついからあれやけど、なんかそうだやっぱ飛行機乗りますよ、ちゃんと、うん、飛行機に乗りはるんですね。あの、いや、そらおるやろ、そら乗れるやろ、そら、うん、と小錦も乗んないから、そうですね、2席分取って、まあファーストクラスでしょうね、それはもう、まあ、大きいしね、雑貨でまあ人の、ババさんエコノミーにしたったら目は急ですね、ですよ、ほんでもう頭2個ぐらい出ますからね。ババさんなんかほんまにやで、週刊誌読まはって、普通の週刊誌でもこんなんやで、ちっちゃく見えるちっちゃくメモ帳ぐらい、そんなちっちゃく、そんな CD ぐらいで、そうなんですよ、タバコさんそんなちっちゃない、はい、老眼だったら週刊誌結構ありますよ、普通の人よりだいぶ話さなかった、週刊誌そんなサイズじゃない、タバコサイズみたいになっちゃって、それこそ都市伝説みたいですけど、まあ知らんからやで、俺ババさんよ知ってるから、いや、ババさんよ知ってるから、サイズ変わりませんか、そうなのかな、文庫本の時こんなマッチのサイズです、マッチ箱のサイズ、こんなぐらいやったマッチ箱のサイズ、ほんまやで